はい、皆さんどうもこんにちは、おたけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よし、ということでね、今回もロストサバイバル実況プレイやっていこうかなと思います。朝です。朝の海です。朝の海ほど気持ちいいものはない。はい、山も好きですけどね、僕は。はいはい、ということで今夜明けなんで、いろいろね、夜中のうちにアイテム集めてたんですよ。寝ちゃうとね、体力減っちゃうんで、ちょっとね、食料がもったいないから、めっちゃ集めてた。海藻100個ぐらい集めてた。はい、ということでね、木材もね、ある程度集めたんで、で、新しくこのアイテム作りました。でね、これ謎のオブジェです。これね、多分ね、分かったんだけどね、マップ見ると分かるんだけど、目印だと思う、これ。ほら。あれ、なかったよね、最初。これ見るとね、新しいアイテムがね、作れるようになってるんですよ。はい。もう基本的に、メタル、スティック、ロープ、板。それがあれば、まあ、何でも作れると。でね、実際にもうね、あのね、アイテムが作れるんだよ。はい、見て。スピア。これでね、どうやら、魚が取れるみたいです。作ろう。作って作って。え、作ったこれ。あ、もう作れた？どうなった？ん？あ、来た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 ！うじゅん！オッケー！これで、狩りに行くぞ！よっしゃ！これ、サメも食べれんじゃねえか？早速いたぜ、サメが。2匹ぐらいいるぜ、サメが。最初の獲物はサメだ、この野郎！お前さんにしてやがんな、ほんとに。待て！やめだ。早すぎる、あいつ。まだ俺には早すぎる。いろんな意味で早すぎる。じゃ、ちょっとこの辺の魚をね。よいしょ！うまくない俺！浜口まさるよりうまくない？やばいよね。よい子もめっちゃ、苦戦してるからね。取ったろー！あ、血が出た！血が出た！え、まだまだ、血が空中に浮いてんだけど。え？粉なの？この人。人じゃねえ。え、この魚の血って粉なのかな？これ取ってどうすんの？どうやって調理すんの？あー、こっちから登れねえんだ。こっちから登んだよね。はーい、わかりましたー。登って。え？ちょっと待って。え？魚。魚どこ？魚は、消えた。もう一回取ればいい話だ。あ、そうそう。あとね、面白い場所見つけたんだよ。なんかね、場所っつうかね、物かな。なんかね、すごいんだよ。まあ、それはさておき。後でね、見せるんでね。それはさて置いといてください。海綺麗だな。この、なんていうの？海に潜った状態で、空見上げる感じ。めっちゃ綺麗だよねって言ってるんだけど、めっちゃ死にそうなんだけど、今俺。おし！来たー。これでどうすんの？出てたんだよ、これ。あ、取った取った取った。これでいいのか。オッケー。一匹取ったね。まあ、でも、魚取ってもね、どう調理するのかまだよくわかんないから。ほっ！うまい俺！うまくないみんな。ちょ、もうちょっと、もうちょっとね、褒めてくれてもいいんだよ。みんな。コメントですげーっつってくれてもいいんだよ。高評価をしてくれてもいいんだよ。はい、ということでね、上行きます。死にそうなんでね。綺麗だな、海。このゲームいいよね。生魚で食えんのかな？あ、食べれた！食べれたね。でも焼いた方がいいよね。これが。ちょっと待てよ。よいしょ。オッケー。で、ちょ、水飲まない。死にそうなんで。で、水ねえな。水ねえな。はい。でね、水をね、作る機械を発見したんですよ、これ。これかな？はい、このウォーターなんじゃらってやつ。これをね、作っていこうかなって思います。はい、ということで、水が底つきそうなんで、先ほど言ってた、面白いものを見に行こうっていうのとついでに、木の板。木の板が必要なんだ。木の板を探しに行きます。じゃあ行こう。こっちだよ、確か。なんかすごいのがあったんだよね。よーし。あ、ついでにロープも作るか、これ。ねえ。これあったらひたすら取ってこう。これさ、あとね、俺、さっきカットしちゃってるんだけど、なんかね、もしかしたらなんだけど、この手荷物が多いと、動かなくなる。このゲーム。フリーズすんだよね。フリーズつうかなんか、体自体が動かなくなるの。ちょっとマウス動かすと、こういう風にさ、向き変えられるんだけど、なんか W でこう前進とかできるんだけど、それがね、できなくなるんだよね。この周り振り向けるんだけど、前進とかね、後ろに行くとかできないんだよ。なんでだろうね。この野郎って感じでした。はい。あったあった、あれあれ。あれですよ。え、周り板ないんだけど、全然。飛行機が落ちてたんですよ。これでいいのかな？これ取れんの？やったー、メタル取れるー。いっぱい取れんじゃない？これ。
ねえ、無限メタルだ、これ。飛行船に俺は乗ってきたみたいな。これが落ちて、あの緊急用ボートで暮らすようになったのかな。にしては古すぎるか、この飛行機。あ、なくなった。なんか、証拠隠滅みたいにしちゃったけど、俺。歴史的証拠をね、ぶっ壊した気がするんだけど。まあいいや、生き延びるため。はい、海藻も取りましょう。うん。お、ちょっと離れると何もないんで、アイテム。あっちとか、一本の海藻しかないからね。そっち行きましょうか。はーい。よし、帰り際に、海に出る前に、魚一匹取って帰る。オッケー。いけるか、いけるか。さあ来い。さあ来い。こちら。うまくね、俺。うまくね、めっちゃ。ねえ、我ながらびっくりだ、ほんと。一回上がって、じゃあ、板とか取りに行くか。てか、アイテム戻しに行くか。メタルめっちゃ持ったしね。また沈んだら困るし。これ沈むんですよ、なんかアイテムいっぱい持ちすぎると。困るわ、ほんと。困っちゃ。はい、ということで、板何個か持ってきたんで、ここに預けて、ほら、できた!これ。これ作りたかったんですよ。あとこれも作っちゃおう。オッケー、いいね。よし、オッケー。これが作りたかった。はい。これ、ここも置くか。オッケー、いいね。明かりが灯った。見事に一列に並んでんだけど。はい、床も作ってね。はい、結構やばい状態なんで、僕。これで、どうすればいいんだろう。あ、水を汲むのか。なんかペットボトルあったよね、ここに。これ、はい、右下のさ、タブってとこさ、ゲージがちょっと溜まってきてんじゃん。あれマックスになると多分ね、沈むんだわ。ペットボトルできんじゃないか。オッケー、できたー。これでペットボトルでどうやって組むんだろう。ちょっと待てよ。これで、蓋に蓋、ちょっと待って、蓋取ってんのにこれ蓋が現れるんだけど。え、ミスターマリックもびっくりだわ、これ。はい、じゃあ入って、これ入って多分取るんだよね。あー、取れた取れた、入ってる入ってる、ほら、入った入った。これでいいのか。なんか無限に取れんじゃん。やべやべ、水がね、水が。危ねえ、マジギリギリの生活だったわ。これでいいのか。これで来い。あれ、え、ちょっと待って、なんで。皆さん分かりました。この木の板を燃料にするみたいですね。ほら、できた、できた。え、これで水に困んない、もう。え、やった、やっとー、やっとだわー。めっちゃ組んどこ、めっちゃ組んどこ。で、待てよ、これ魚も焼けんのかな。あー、これまた木が必要なのかな。これで、あ、できるできる。おー、焼き魚できてる。きた、これー、楽しみだ。あー、いい匂い。夜ご飯だ、これ。やったー。あ、はい、なんか新しいアイテム作りました。ここに置いてみよっか。それでいっか。よいしょ。なんかできた。はい。なにこれ。ん?これ、なに?あ、また新たなアイテム作んの?イカダを作るみたいな。はい、ということで皆さん、素材集めてきました。これで作れんのか?早速行きましょう。はい。できた?おー、できてる!かっこいいじゃん!これに乗ってサメと戦う的な?あ、チェストある。あ、やったー。チェストあるぜ、これ。こう、なんていうの、海女さんみたいにこう、素潜りして、取って、ここにウニを詰めるみたいなね。そんな感じで木材を集められんのか。やったー。はい、ということで、魚をね、飼ってきて、調理して、水もね、いくつか作って、早速ね、ちょっと旅に出たいです、僕。こっちらへん?この辺まで行きたい。なんかこの辺ちょっと探ってみたいんだよね。ちょっと見に行きましょうか。じゃあ早速行きましょう。レッツゴー。あ、どっちどっち?待てよ。真逆。真逆だ。こっち。おー。え、早い。いいね。今日中なんでね。お昼だからね。全然大丈夫ですよ。この辺とかどうなってんだろう。うわ、怖っ。こんな言い方です。嵐来たらどうすんだよ。やべえな。あ、早速ちょっとお腹空いてるんで。あ、喉か。喉渇いてるんで飲みました。こっちでいいのか?なんかいっぱい点々とあるけど、この辺どんな感じなんだろうね。ちょっと潜ってみる。よいしょ。お、え、なんかある!怒りがあるよ。ちょっと待って、船大丈夫だよね。大丈夫だね。流されて、あーみたいな感じになんないかな。
はい、オッケー。これ何？これは無理か。これは壊れてんのね。オッケー、なんもないと。やべえ、海の探検めっちゃ楽しい。こっち行こうぜ。このさ、マップの、なんか黒い部分って何なんだろう？岩かな？海は広いな、大きな。あ、もう着くわ。よし、この辺かな？何があんだ、ここ。なんか宝物とかないかな？ねえ、徳川埋蔵金ないかな、この辺に。よし、OK。ダーイブ！怖え。あ、沈没船じゃね？これ。おお、まさかのまさか、沈没船に会えるとは。深くね、ここ。深海じゃん。あ、沈没船がある。うわ、怖ー、なんか、暗くて。めっちゃ怖えんだけど。すげえ。なんか、カメラアングルがおかしい。おお、こんなの入れないの？てか、イカダやめてこれで後悔しようぜ。あ、入れる、なんか。お邪魔しまーす。え、なんか見にくいんだけど、すごい。なんかないかな？え、なんもねえんだけど。なにこれ？なんもなかった。やべやべ。息がやべ。だってめっちゃ深く潜ってきたんだけど。ほぼなんもないんだけど、これ。生き物いない。これはいいや。え、なにここ超怖え。あ、いる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 。魚がいるわ。せっかくだから一匹ぐらい取ってく？あ、取ったことない、こんな魚。え？え？刺さんなくない？俺の巧みな槍技術。サメもいた。ここサメもいるんだ。あ、ちょ、待てよ。こいつら食らわないんだ、この槍。槍強化させるしかないんだね。怖っ、ここ。めっちゃ怖いんだけど。深海怖っ。上がろう上がろう。死ぬ死ぬ死ぬ。サメいるよ、サメ。こいつ取れないの？逃げちゃうかな。早いんだよな、サメ。え、なんか境界線来たんだけど、こっち行けませんよ、みたいな。ほら。これ行ったらどうなんの？気になるよね。行こうぜ。こっち何？なんか境界線入ったよ。なんもなんない。この境界線で泳いでみようぜ、みんな。怖くね、なんか。よいしょ。暗い。超暗い。なんかいっかな。え、なんか怖いんだけど、すごい。なんも見えない、下。うおー、怖え！深海じゃん！怖え！うわ、俺、濃いの無理だわ。やべえ、すげえ怖え。何が来てもおかしくねえよ、こんな状況。戻るぞ。怖え。すげえ怖え。ゲームだけど鳥肌立つ、なんか。ガクブルだぜ。はい、ということで、まあこんな感じで冒険してきました。一番端とかどうなってんだろうね。ひたすら何もなさそうだけど。はい、ということで、朝ですね。この動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。イカダ作れてよかった。はい。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。